皆さんこんにちはレクセニー講師の根本ですえここでは最終合格発表データ、これを時から担つ来年必勝ための戦略というガイダンス、こちらの方の超ダイジェスト版をやろうと思います。具体的に言うと、先日発表された最終合格発表データ、その点で絶対に見てほしいところ、そこだけピックアップしていこうと思います。はい、いくつかありますが、まず一つ目。 合格率です合格率を変えませんでした。実を言うと、この試験、出願者数が減っています。それに対応し、合格率を上げていったんです。ですが、この後出願者数が増えているんですが、合格率はほぼトントンにしています。 で出願者が増える。だから合格率落ちるかと思いきや同じ水準にしたってことでは次こちらのデータ一番右ですこれはいわゆる上乗せの点数ですで上乗せの点数がこちらの方が徐々に上がっていって でここから下がるかなと思ったらまた上昇に転じました。ということなでこちらの方上昇加工上昇というよりもやはり問題ないのにって違ってくるんだなということですね。では次こちらですがどういう図かというと。 どれぐらいが受けて、何パーセントが突破してえ、こちら特に右2つ。基準点突破したけど、いわゆる総合点落ちてしまった人数。また、一番右。均一が基準点未満がどれぐらいいるかという数字ですが、まず注目は一番右です。これどういう数字かといったら、卓一は全部クリアしている。均一の採点を受ける。で、その等総得点が、 合格点は超えているのに合格しなかった方がいます。その方がなんんと100人いるんですね、はい、でこれはまあ推測になりますが記述の基準点を超えなかった方確率がすごくできた均一の点数は低かったでもトータルは合格点いっていたとそれがなんと100人いらっしゃいます。 また、いわゆる総合点に達したかった方、これが500人います。ある意味、このお二人は合格予備軍,ですこの,合格予備軍の数が平成30に匹敵する人数になっているんですね。 はい、これが成績データから特にね見てほしいところというふうになってきますじゃあその上で今後自分がどういう勉強をしていけばいいか次の一手はどうすべきなのかそういった話などはガイダンスの方でまた説明しますのでもしお時間があればガイダンスの方を聞いてくださいこちらの動画の方は以上です最後までご視聴ありがとうございました